で今戦いの畳の中に入ってまいります。アルカルハン審判員、同じくチェ審判員。男子60キロエグサ達明決勝戦、キルギシスタンのスマルゴフが相手です。動きの速いこの軽いクラス60キロ、エグサは順調に勝ち上がってきました。しかし準決勝相手に一旦はリードを許しましたが、全て一本勝ち。準決勝の巴投げ、上村さん見事な技でしたね。そうですね、まあ、思い切りよくかけますからね。あっと技をかけに行って滑って相手の上に乗っかってしまいました。そしてひっくり返しに来る。これね、技をね中途半端にかけたりね、途中で力を抜いたりすると今みたいな技を組んですね、最後までかけ切るっていうことが大切です。はい、クッさん、はい、先ほど準決勝の話がありましたけれども、山下監督はその準決勝で日本人とやはりタイプの違う柔道ということで戸惑っていたなと、はい、これがこれからの課題になるんじゃないかという話をしています。うん、藤崎アナウンサーが伝えてくれました。この立ち上がり、試合への入り方、野村さんどうですか。そうですね、足もよく、大丈夫か。今のは巴投げをかけようとした、かけようとして、はい、ただね、あそこで足でも取られちゃいますとね、逆にポイントになりますからね。右足でもちょっと引っかかってたりすると、やはり試合への入り方、はい、野村さん、こうプランというか、はい、大体のおおよそですけど、はい、組み立てていくんでしょう。そうですね、まあ、最初は足を使って、はい、まあ、様子を見るっていうか相手の出方を伺う場合もあるんですけども、はい、なるべくその最初から攻めるようにしてます。はい、ゲストにはシドニーへの代表野村忠宏さん、そして解説は上村春樹さんです。足払いに行きました。エグサ低い位置から相手が押し込んでくるが、なんとか耐えました。ヒヤヒヤとする場面が、上村さん、今のも、ね、背負い投げをかけて、ね、不用意に立ち上がるところを、ね、はい、返しに来るんですね。対応としをかけてしまうんですね。はいはい、そのままもうひねり潰そうとしますからね、かけ切らないとダメです。はい、60キロ決勝戦、江草辰明、ちょっとヒヤッとする場面もありますが、残り試合時間は3分30秒記憶作らなきゃいけないです。もう本当にこのクラスは動きが早いんで、野村さん、はい、ポイント取る取らない紙一重ですね。そうですね、一瞬の油断が本当に命取りになると思います。大変な修羅場に野村さん長らくいますね。はい、野村の場合はね、間合いを取るのがうまいんですよ。はい、相手に接近するときは技をかけてもかき切るときなんですよ。はい、だそれをやらないとね、やっぱ今みたいな返し技を食ってしまうんですね。なるほど。細川コーチからも声が飛んでいます。お互いに釣り手は取って、さあ引き手、さあいいとこ持ったから行かなきゃいけないですね。いいところを取りました。おっ、コーチェリー有効、エグサ今のはね、体落としをかけるぞかけるぞって振りをしてね、コーチェリーなんですね。奇跡があったわけです ね、もうちょっと頭脳的なプレーです。これまでの動きの中でそのプランは立ったんでしょうか。そうですね、もう体落としは返しに行くの分かってますからね。はい、男子60キロ決勝戦、残り試合時間は3分を切りました。江草が、上村さんおっしゃいます体落としの布石から小内刈りで有効を取ってリードを奪っています。キルギスタンのスマルゴフ、相手の動きも速い、そして中途半端に技をかけに行くと押し返してくるという強さを持っています。トモエ、このトモエ投げが準決勝でも炸裂しました。野村さん、はい、結構口の方もエグサ選手ね、達者でね、はい、そうですね、取材をしてましても、まあ、冗談か冗談半分かわからないんですけど、はい、エグサスペシャルも出したいんですというふうにね、はい、真顔で言ってくれたんですよ。はい、出てるんですかね、その技は。いや、自分もそのエグサスペシャルが何かわからないんですけど勝ってからホッとしたところで何の技だったか聞いてもいいですよね。そうですね、しかし有効を取って小内刈り見事に決まっています。ちょっとなんかヒヤッとする場面があったんですが、押し返してきましたか、上村さん。そうですね、相手を、ね、よく見てね、はい、相手をよく動かしてかけなきゃいけないですね。はい、相手が万全な体勢で受けさせますと、はい、返し技が来ますからね。肩車に小刻みに来る、細田も来た、さあ背負いだ、得意の背負い、
かし背中の一本不審が一人技ありを示していますが一本勝ち。エグサ達明アジア選手権の60キロ金メダルを取りました。見事に決まりました。今のはね、相手が立ち上がってきたところを、ね、すかさず大外刈りなんですね、連絡してたからですね、今の有効なんです、普通寝技に行って立ち上がって技っていうのはダメなんですね、でも非常に今のは早かったですね、巴投げいよいよ突き倒しもあります。そして多彩な技を繰り出しまして男子60キロ見事な大外刈りで一本勝ち。このシーンです。昨日4つ、そして今日3つ目の金メダルを日本勢挙げました。ここで大外に入っています。江草達明金メダルをアジア選手権でものにしました。